皆さん、お忙しいところ急遽お集まりいただきましてありがとうございます。今あのお手元に配布させていただきましたが、この度山口和幸参議院議員が日本維新の会に入党されることとなりました。今日はあのそのご報告を兼ねて、会見をセットさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。まずあの片山虎之助代表の方からご挨拶申し上げます。はい、どうも皆さんおはようございます。また県にいただきましたので、本年もどうぞ。あの今、馬場さんからお男性の通りなんで、今回山口先生が県が来て、日本維新の会に入党したい、こういうお話がございますか。こういうご先生の関係者に話し合いまして、結果として我々の会談に入っていた、このことに対して基本的なですね、認識、考え方、価値観、これは我々と同じですし、今我々では領土の改革を実行しておりますけれども、自立進化、それもまあ、やっていた、了承する、こういうことでございますし、基本的な政策をね、大変同意をしていただきましたので、これらはまあ、ね、配信者の方でも、こういうことで、入党していただくことになります。今あの参議院は、11人ですけれども、山本先生、幹事長の責任で、全体では22人、23人、こういうことになっていて、そういう機会の話もありますけれどもね、これは、開会まで、通常国会最初まで結論が出て、考えておりますので、今日は山本さんの人についてるんだ。お手元の皆さんのところに、ペーパーを配っておりますが、山口さんの今までの経歴や、そこでその他がありますので、ご参考にしていただければ幸いだと思いますし、ご本人からいろんなことを聞いていただければ結構です。以上です。はい、それでは山口君から、きついと言います。皆さん、こんにちは。山口和幸と申します。今まで家族で一人で戦ってまいりましたけれども、今回縁がありまして、日本維新の会のお世話になることになりました。日本維新の会はもともと私、みんなの党から参議院議員になりまして、その段階から是々非々の党というところでみんなの党でお世話になってまいりました。その関係で維新の会改革する党ということで、これから日本に必要な大きな改革をするに維新の会のお世話になることで自分の政策が実現できていくものと思ってお世話になることになります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは何かご質問等ございましたらお願いいたします。はい、福島民新聞の桑田と申します。よろしくお願いいたします。山口先生に伺いたいんですが、先生この夏改選を迎えられるかと思うんですけど、今回は維新の党に入党が当たりまして、維新の会に入党が当たりまして、夏の参院選に行った態度はどのように考えていらっしゃいますか。はい、まだ、どういうふうな形で選挙を迎えるかということは決まっておりません。まずは入党させていただいて、その中で今後決定していくなっております。もう一点伺いたいのは、身を切る改革などに賛同されたということですが、日本維新の会に入りまして、どのような人格を持っていきたいかとお願いします。自分の今まで の職歴等々からいくと、日本は高齢化社会を迎えて、世界に日本を見せていく国であるべきだと思っています。健康日本ということはとっても自分にとっては大事なところだと思います。その中で、今度の万博が開催されますけれども、ことになりましたけれども、命輝く未来へのデザイン、まさに自分がこれから作っていきたい日本社会の大きなテーマになってくるんだろうなと思います。自
ハビリテーションの仕事をずっとしておりましたので、病気にならなくて済む方もたくさんいらっしゃいました。脳卒中にならなくて済む方もたくさんいらっしゃいました。そういう方々を予防できるように、そしてまたどんなところでもそういう治療ができるように、そしてまた十分なリハビリテーションができて社会に復帰できるような世界に誇れる日本の医療、それから予防、医療、リハビリテーション、ケアがこの維新のところから改革できていければと思っております。まず維新の会の綱要と思いますけれど、自立した個人と、それから自立した地域と、自立した国、国家という、この自立ということがものすごい大事なことだと思います。今まではその、いい学校に上がって、大手企業に勤めてというか、そういった社会が日本の中で当たり前のようになってきたかもしれません。いたかもしれませんけども、景色が大きく変わる、今、徐々に変わってきているんですけども、今は景色が大きく変わる絶好のチャンスであります。そんな中で、自分としては医療の在り方、あるいはケアの在り方ですね。まあ、皆さん、景色が、その医療の景色、介護の景色というのはあまりご存知の方はいらっしゃらないかもしれませんけども、まあ、従来型のやり方をいわゆる若い人たちがたくさん患者さんとしている医療のシステムをそのまま高齢化社会に今乗っけているわけですので、そういう形態ですと、大きな変革はない。世界の見本になるような、まあ、日本を作っていくためには、まあ、改革ができる、いわゆる、まあ、規定路線だけではなく変えていける力がいけないと思ってますので、そこでお世話になりたいと思います。先ほども申しましたけれども、もともと民の党のお世話になって、自分は是々非々、あるいは改革という意味合いで、4月8日に前に政治というのは、最も国民に国民の意見というか、要望を吸い上げられる党だと思っておりました。まあ、そんな中で、まあ友人の皆さんもいらっしゃったので、医師の中、皆さんの中には昔からのお付き合いされている方、自分がお付き合いしていた方などもいて、意見が一致していたということもあります。そこがやはり一番できることだというふうに思います。それから、まあ、選挙につきましては、視野になるというのはそれはことになりますので、これから相談してまいるという。はい。
読売新聞の前田です。参院の会派について、今11で、希望の党と一緒に立川を含むとプラス3で、山口さんが入ると15ということですけれども、これに、そうすると共産党の14を上回るわけです。これについてメリットはどのように考えていらっしゃいますか。まだね、国会活動はあなたの数が基本なので、あとは質問の回数時間で、それからまあこう部屋だ車だっていうのは、ね、この数もあるので、国会活動は幅が広がるわけで、発明ができるし、しかもそういろんな専門家が入ってくれるとね、そのまとまり集団としては大変強くなるんですね。そういう意味で、まあ、国民を中心にね、存在が目立つ今までよりはと思ってる。はい、他にございましょうか。福島民報の参考にお願いします。選挙の方はこれからでしょうけれども、本人としては比例から出たいというのが有効なんですか。これから相談なので、この事件の動的な国民ですが、入党されたのは何日付けの昨年の、まあ、自分の方が希望を出したのは昨年の末、希望を出したのは手続き上は何日付けこれはね、党の確認しますけど、常任役員会か何か持ち前で、持ち前で終わりで決済です。はい、決済です。はい、持ち前で終わりました。今確認しますんで、もう最後の私に持ち込まれてあったんです。1月の12日付ですね。最終決済は11、12、土曜日。教育の無償化という話が維新の会の中でございますけれども、親の収入で教育の機会を失ってしまう子どもたちがたくさんいらっしゃる。そういう子たちが日本の未来を背負っていく可能性があるとすると、まずこれも先ほどちょっと言い忘れたんです。すごい素晴らしいことを自分は思っています。いろんな 人たちが可能性、自分の可能性を教育という場を借りて成長していくということはすごい大事なことだと思います。それから、まあ、少子高齢化でそのこれから子どもを増やしてという話もありますけれども、一つには日本の特徴としては、前期高齢の方々も、前期高齢者と言いたくないぐらいで、75歳以上高齢者とか80歳以上高齢者とか、場合によっては85歳以上高齢者と言ってもいいぐらいに、日本は元気な国にできたらなというふうに自分は思っています。前期高齢者の方々にはさらに元気になっていただいて、支える側に回ってもらって、そして高齢者の皆さんには、ならなくて済む病気、あるいは持たなくて済む障害というものを予防して、改善して、世界の日本になれるよ、アジアの日本になれるよ、国になれる可能性がある。今までは一人で戦ってましたけれども、維新の皆さんと一緒に戦わせていただければと思っています。また、自分、福島県のものですから、この健康、命ということは福島県が世界に誇れるようになっていくための一つの布石になっていくと思っております。一緒に福島県とそれから日本、大阪を中心に、地方が元気になっていくことが、あるいは支える側にたくさんの方が回っていくモデル的なものになっていくことが、日本に大きく変わっていくと思います。
興というのはそういうものだと思っておりますので、福島県にとっての自分はこちらのお世話になることは一番いいことだと思ってお世話になっております。はい、よろしいですか。それでは、はい、ありがとうございました。